セイ、誕生日おめでとう。ごめんな。父さん今年も仕事で帰れそうにないんだ。お詫びにお前が欲しがっていたハンターグローブを送るから。ハンターグローブだって？これでネクサスを楽しんでくれ。見たことないタイプやな。これ親父さんが作ったんとちゃうか？セイの親父さんって確かネクサスの技術者やんな。さすがやな。こんなそう簡単に作れへんで。本当に？父さんってすごいんだな。じゃあこれでログインしてみるよ。これが忘れられたサーバーの中か。ここは人の手で作られたもう一つの世界。申し遅れました。私はナビゲーターのビット。あなたたちトレジャーハンターの行動をサポートします。データチップを取ってきたんやったらハンターショップに行っときや。エアバイクの資金を稼ぐには必要な投資やし、しゃあないわ。この世界から逃げなさい。自分が自分でありたいのは。こうしている間にも危険は迫っているわ。彼らはこのネクサスを利用して世界を混乱に巻き込もうとしている。君に戦う意志があるなら力を与えよう。ちょっと待って、あなた暇そうね。しかも私の話に随分と興味があるみたいじゃない。あれがバーチャソウルを探していたハンターかな。こちらがバーチャソウルを持っていることを知ると襲ってくるかもしれません。気をつけてください。ようこそハンターサイトへ。新しいトレジャーハンターの方ですね。あの端末からサーバーにログインします。ログインすればいろんな世界に行くことができますよ。ただしログインするにはそのサーバーのアドレスが必要です。アドレスってどうすれば手に入れられるの？他のハンターに教えてもらうこともありますし、いろんな方法で手に入りますよ。ここではお金は必要ありません。その代わり買い物にはデータチップを使います。データチップがお金の代わりなんだ。サーバーにはいろんな場所にデータチップがありますので探してみてください。これがバーチャソウル？それは肉体の潜在的な力を引き出す能力を秘めていて、バーチャソウルがあれば強力なセキュリティを破ることができる。彼らの手に渡る前に探し出せればきっと君の助けとなるだろう。ハンター試験をパスしないとハンターライセンスは取得できませんよ。試験は何度でも受けられますから、一度チャレンジしてみてはどうですか？ツールはインストールするとハンターの能力を引き上げてくれます。攻撃力を上げたり、ヒットポイントを増やしたり、いっぱい買っていろいろ試してみてください。ジャッジメント6、それが彼らの正体。彼らの表向きの顔は巨大な多国籍企業に過ぎないわ。でもその裏で世界のコントロールを企む組織を。ジャッジメント6？ジャッジメント6の幹部の一人ムーンがネクサスを利用してある計画を進めて。あ、トーカ？どうしたんだいトーカ？大丈夫？セイ、バーチャソウルを集めて、それが彼らに対抗でき唯一の希望の光なの。私は一人でも彼らと戦い続ける。僕にしかできないんだ。バーチャソウルを使える僕にしか。